はい、じゃあ行きまーす。本番5秒前。うん。4、3、0、1、2、3、スタートーファイッ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 スタートー見てるよ、見てるよ。友達を見てる。見てる。友達じゃないわ。友達じゃないって言うな。ということで始まりました。シャレコアのお時間でございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ね、今日ねちょっとね、はい、どういうくくりがいいかなと思いまして、うん、ちょっとですねこれ多分好きなんじゃないかな。小学生の時に体験したみたいなくくりにしようかな。うわーもうすごいジャンルですね。また、うん、あ小学生の時に体験したそうくくりが謎の話みたいな。おもろいですねこれは。でこれね、うん、一応数本ご用意させていただいてるので時間が ある限りちょっとね話させていただこうかなと思います。いきましょう。まずは壁の落書き。あいいですねこういうのはね。この間ちょうど小学校の同窓会があったんで、その時に当然のごとく話題にこう上がってきたのがですね、うん、俺らの間では有名な事件だったあの話、はい、俺が通っていた小学校はちょっと変わっていて3階建ての校舎のうち最上階の3階が1年生2年生の教室、2階が3年生4年生、うん、一番下の階が5年生6年生の教室になってる。なるほど。でねこの学校じゃない別の小学校に通ってたいとこにこれ話したら、うん、すごいびっくりされたんですよ。うん僕らもそうじゃない。逆だよね。逆、うん、だって高学年が上だもん。そう1年生まだ小さいからそう下になるはずなのあるから、ね、だから俺らが通ってた学校が特殊なんだと。はい、で校舎自体はコンクリでね作られてて、うん、相当というほどでもないけども年数はそこそこ経っとると、うん、で廊下の壁とかはあ薄汚れていて汚ね壁だなってこう子供ながらにね感じるぐらい、はいねそれぐらい汚かった、うん、で6年になるまで気ぃつかなかったんだけども、うん、1階の6年2組の教室の前の廊下だけ壁がきれいに塗り直されてると。で下級生の時代に6年生のフロア怖くて行けないじゃない。あ分かるよそういう気持ちは。で、まあ、知らなくて当たり前なんだけどももともとのコンクリの壁とですね似たような色のペンキで隣の6年1組との境目から6年3組の境界線をね境界まできっちりと塗られてるんです。そこだけ汚れてないからあ塗り直したんだなっていうのはもう一目瞭然なんですよ。はい、ある日その塗り直された壁の右下に近い部分これ6年3組側なんですけども、うん、薄く鉛筆でですね、うん、矢印とカタカナでここって書いてあるんですよ。はあ、でこの矢印でこう刺された部分見ても、うん、もう何もないんです。ただの壁なんですよ、うん、でその当時学校では校舎の至るところにですね左へ何歩進めとかま、うん、っすぐ何歩進めとか、うん、上を見ろ右を向けとか書いててね、うん、でその通り進んでいくとバーカみたいな遊びがあったんですよ。ははこの学校で流行ってたんですね。なるほどね。で、はいはい、このここ矢印もうその類だろうと思って、はい、みんな気にしてなかった、うんうん、どうせこうやって見てったらちっちゃい字でバカじゃないと書いてあるじゃないのみたいな、はいはい、でそれから2週間ぐらいしてからですね友達の Y 君が教室の外で俺のこと呼んでたんです、うん、で行ってみたらですね廊下の壁のここの矢印の先に青いシミが浮き出とった、うん、5センチぐらいのシミなんだけどもちょうど矢印が指している先にその青いシミが出てきたもんだから2人でうわすげえなこれっつって不思議じゃないみたいな、うん、で次の日そのシミいきなり倍ぐらいのでかさになって、うん、でこの大きさがですねこのここって書いてあるそのここって書いてあるところまでこうかかるぐらいまでこうぶわー大きくなってきててね、うん、で、もうその字見えなくなってるぐらい、うんでその代わりにそのシミの形この大きくなったこのね大きくなった代わりにこの手みたいな形になってきたんですよね。人間の手のように気持ち悪くなってきたね。うわーっつって、うん、で俺ら以外のね生徒たちもそのシミに気づき始めて、うん、で瞬く間にクラス中に呪いのシミっていう噂話がね、うん、うわー広がってって
で先生の耳にも入って、その日の帰りのホームルームで、何でもないただのシミだからな、お前ら気にするんじゃないぞみたいな、うんうん、そういう感じで一括されて、で強制的にも帰れっつってね、返されたんです、うん、でその週が明けまして、次の月曜教室に行くと、廊下の壁のシミ、このあった部分がですね、うん、丸々剥がれ落ちてて、しかもそこを中心に上下にですね、細かい、もう細いというか、もうこう亀裂というか、ひびというか、なんかこの切れ目みたいなのが入ってるんですよ、はあ、ブワー入ってて、うん、で俺が教室に行くと、すでに廊下で数人が騒いどると、うん、でわわわわ言うてて、で朝のホームルームで先生が来るまでは、うん、俺のクラスと両隣のクラスの何人か含めてもう大騒ぎですよ ね、 ね、絶対この壁の後ろになんかあるよっつって、うん、死体じゃねえみたいな、うん、なるほど、で、はい、クラスの調子者の K 君がカッター持ってきて、うん、これちょっとガリ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 しようぜみたいな、ね、ね、うん、そのタイミングで先生が来て、やめろっつって、うん、やってんだお前っつって、でその昼休みですよね、はい、K 君が懲りもせずに、ちょっと朝の続きやろうぜって言いました。で壁を削る続きですよね、俺は怒られるのが怖いから嫌だっつったんだけど、うん、K 君がここ見ろというので見てみたんです、うん、そしたら剥がれ落ちた中のね、中の壁からですね、うん、色の違う部分があるんですよ、うん、灰色の壁に黒い太い線で横断歩道のような模様が描かれてるんですよね、で剥がれ落ちた部分からそれが確認ができて、うん、なあこれの続き見たくないってケイ君が誘ってくるんですよね。見たいでしょ、見たい、カリカリするんですよ、やろうカッターでね、はいはいはい、そしたら塗装が面白いぐらい剥がれ落ちてきて、うん、そしたらですよ、壁の中から、うん、組漢字で3組とか4組とかの組、はいはいはい、この漢字が出てきたんですね、うんうん、でさっき、うん、横断歩道のように見えた模様って、で横断歩道って言ったでしょ、ね、うん、それってこの漢字の組あるじゃない、組、うん、組の右側の部分、 あれ横断歩道っぽくない、そうか、糸辺の右のところのやつだ、はいはい、ああ確かちょっと見えるかもしれない、のそこ、その部分やったら横断歩道に見えたっていうのは、なるほど、組やったんですよね、もうこのうん、あ後ろにはもう何かあることはもう間違いないじゃないですか、うんうん、でクラスの男子の半分近くが一緒になってこの壁を崩し始めるんですよ、うんうんうん、もうね中にはコンパスの針でつついたり、ね、定規の角で削ったり、ね、彫刻刀持ってくるやつまでもいて、でとりあえず俺はねもう怒られるの嫌やからちょっと一歩下がって見てたんですよ、で大抵こういう場合壁の後ろに死体が埋まってたとか ね、まあ、ね文字がびっしり書かれてたとか、はいはい、お札がいっぱいあったんだよみたいな、うん、パターンはいろいろあるじゃないですか、あるよ、でどれくんのって思ってます、あいいですね、階段上級者だ、うん、でこの壁の向こうにあるものもそういうもんだろうと、はい、で言うてもドキドキはするじゃない、するよ、でプラス先生に見つかったら怒られるっていうドキドキも混じって ね、うん、もうちょっと心臓痛なってきてる、キリキリして、で、うん、昼休みが半分経たないうちに壁の塗装はあっという間に崩れまして、はいはい、でですよ、うん、中から出てきたのお化けでも何でもなかった、うん、子供が描いた絵なんですよ、え平成2年6年2組って書かれてる、うん、当時の、うん、おそらく卒業生が描いたんじゃないかっていう、はははは、30人ぐらいの男子女子の似顔絵が集合写真のように並んで描かれていて、うん、でまあまあそれだけやったらね普通にね微笑ましい絵じゃないですか、うんうん、でも異様なんですよねその絵が、うん、何が異様かって、うん、顔一個一個に赤いペンキでバツって、うわー気持ち悪い、特に上の段の右から3番目のこうなんて、うん、バツどころか完全に赤で塗りつぶされてるんですよ、悪意がすごいね、でその下に書いてあったはずの名前も彫刻刀かなんかでご丁寧に削られてるんですよ、で俺ら先生に怒られるのを覚悟決めてたんだけども、はい、5時間目に先生が来て、で先生が来ていきなりですよ、うん、よしお前ら5時間目は体育館で自習だからな、ランドセルに教科書とか全部入れて5時間目が終わったらそのまま家に帰れ、掃除もしなくていい、教室に戻らなくてそのまま帰れな、うん、なんですかそのイレギュラーな展開を急に言ってくる先生、おかしいじゃない、おかしいおかしい、で次の日学校にね行きましたら、うん、1階の教室が全面立ち入り禁止、で急遽、うん、もう一夜で多分作られたでしょう、うん、プレハブの
ところで、うん、もう6年の残りの学校生活を送る羽目になったんですよ。不思議じゃない。いや意味わかんない。この間13年ぶりにですね、はい、小学校の同窓会があって、うん、当然ねクラスメイたちはその事件何だったんだろうな、もちろんもちろん、まあ、で持ちきりですよ。で当時の担任も来ててね、なるほど、聞いてみたんですよ、はいはいはい、先生あのこと覚えてますよね、あれ何だったんですかって、うん、あったからそんな、あれ、いやご飯、あれご飯です先生、ご飯のマネージャーしないでください、いや答えてください、あのことうまいけどそれあったっつって、ありました、すっとぼけてるんですよ。でもクラス中全員です、うん、会ったことは全員覚えてるんです、はい、確かなんでしょ。でも謎のまま、終わり、先生です。いや教えてよ、何なのよ、何なんですか。だからまあ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 ね、ここ見せたくはなかったんでしょう、そのうん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 、そのね絵が、うん、まあ一番そこが何か秘密の鍵で、うんうんうん、でそこでもそれってそこを気づいてほしいから、まあここって書いたのがまず誰なのか分かんないけど、変なシミみたいなのがまず出てきたでしょ。で手みたいな感じになったってことは、なんかの念、ね、恨みは確実にその壁にはあることは確かですね。でこれは見せてはならぬと、はいはいはい、まだ小学生にはダメだっていうところで、うんうんうん、絶対にダメな怖いことを先生たちは本当に知っている、うん、この絵を描いたのが、もともとその小学校平成2年の時に通ってた担任なんじゃない。なるほど、平成2年1989年あたりですね、うん、その可能性はあるですね、多分時系列で言ったら、ね、うん、そのことを先生もしかしたらすごく知っていて、で分かんないです、その当事者か関係者か分かんないけど、その時通ってたでしょう多分、うん、でここって書いて、うん、それもなんかその見つけたら、うん、なんか呪いが発動されて大人になったこいつが死ぬんじゃない、うん、罰って書いてなんか分かんないけど、まあそういう風に考えたくなるよ ね、うん、だって全面立ち入り禁止されててね、でプレハブで過ごさせるなんてこと通常考えてありえないし、保護者に言ったらどういう説明するんだって話になるからね。いやー面白いですね。続きまして、はいはい、スカートめくり、ありがとうございますお疲れ様、ありがとう。俺はおかしい、あんまり怖くないかもしれないけども、昔おじさんから聞いた話ですと、はい、以後これ、S にしますね、S、おじの名前を、はいはい、S がですね、うん、小3の時クラスに N という子がいたんです、うん、で N はですね、掃除してないやつに進んでちょっととか言うね、クラスの委員長っぽい性格 で、はい、で女子の友達多いけども、うん、一部の男子からちょっとね、あの嫌われてる、うん、まあまあまあ、うぜえ、あいつうぜえって言われてる、うん、言ってた方だもんね多分、なんとなく今の言い方がもうちょっと上級うぜえだったもん、扱い方がもうね、関係ないですけど、はい、関係なくはないんだけど、あの掃除サボりすぎて、うん、ごめんなさいを100個書かされました今じゃもうダメですよそんなことさせたら。そうなんだ、そうだね、100個書かされたら、ね、100回ごめんなさい書いて、うん、あ、なるほど、はい、捕まってんの先生100回ごめんなさい書けっていや寺とかでやるような修行ですよほとんどねなるほどね思い出してもた今思い出の蓋開くよ、はね、でね、そういう、はい、まあこうでね、この S さん割とおとなしくて、うん、ね、真面目な学生だったということで、うんうん、S さんというか S はね、おじさんね、うんうん、で N に怒られることもなかったし、うん、遠足の班が N と一緒だったこともあって仲良かったんですよ。あ、なるほど。で2学期ですよね、S はいきなりこの N に誘われてですね、交換ノート、うわー懐かしいワードですね、交換日記的なね、またあったね、交換日記だね、やってましたわ、はいはいはい、はい、である時に男子の中の一人がですね、 N のスカートめくろうぜって言ってきたんですって。よくないですね。それは掃除の時ですね、男子数人で隅っこの方にたむろしてて、でたむろしてたら N が来るじゃない、来るね、ちょっとってね、掃除しなさいよみたいな時にスカートをめくってやろうっつって、
で S はこの N と交換ノートをしたりで以前から噂になってたので、うん、これ以上疑惑が深まらないように止めもせず賛同した、うんうん、なるほど。噂がね回るのはちょっと避けたいじゃない。まあ、それはそうだね。あいつ付き合ってんじゃないの、ね、もういいじゃねえかよって思うけどその時は死活問題だからね、そうなんですよね。バレてもいいねんけどね。いやそうそう今思うとそうなんだけど、あそこでそのあのねモテへんやつが言うのよもう本当に嫌。嫌なの。嫌なの。いやもうそれに言われんのが嫌やから。付き合ってんのお前ら。違うんだよ、違うんだよ。でもうねあの頃もう本当はね好きやのに、そうそうそう言っちゃうんですよ。結ばれなかったものなんてたくさんあるんだから恋なんて。いや本当にね、うん、嫌ですねこの話いろんなこと思い出すから。そうね。で、はいはい、掃除の時間ですよね、うん、作戦決行するわけですよ、うん、もう S を含む、ね、4,5 人で部屋の隅っこに固まってます、はいはいはい、そしたら N さん来るんですよ、ね、その瞬間、はい、男子全員が一斉にバッて立ち上がって、うん、スカートバーめくって逃げるバッタのはずだった。スカートをめくった瞬間全員が一瞬見てしまったんですけども、はい、この N さん、うん、大腿部あたりが存在せず日本の太い金色の鉄パイプのようなものが膝の少し上からつながっててそれを覆うように半透明のヒアシンスの根っこのようなものがブワー生えてるんです。みんなってなってでやばくないつってみんなで逃げたんです。で次の瞬間 S 以外誰もいなくなってたんですね、うん、何かがおかしいですよ。うん、スカートをめくったやつら以外の他の生徒もみんないないんですよ。わ S が見上げた N さんの顔、顔全体が人工的なこう消しゴムみたいなピンクなんですって。うん、ブヨブヨので、全体的に縦に歪んでて左右の目の大きさが2倍ぐらい違ったと、うん、でずっとですねキーンっていうこう耳障りな音がずっとしてるんです。なんかのああいうああいうというか分かるよそれ。でって気づいたら通学路にいたんです。うわー何この話。昼休みの直後だったのにもうすでに15時を回ってると。はい。でちゃんと外履きだったしランドセルも背負ってるんです。ちゃんとしてんだ。そしたらね焦るじゃない訳わかんない怖いってなってたらN さんが歩いてくるんです。え、でも普通なんですよ。いつも通りの N さん。で、N さんこう来てる。あれ普通だと思ったら、うん、S さんがね、うん、スカートめくりね、はい、の件ですよ。A 君に言われたの。で、別に怒ってもないんです。普通の。A 君に言われたの。あのちょっとっていう言い方と一緒。うん、A 君に言われたの。で、S がとっさにですね、いやいや。俺はカマキリにええな餌やってただけだよっつって、うんうん、何があったかよく分かんないなみたいなんで、うん、すっとぼけたんですね、うん、そしたら N さんが「交換ノート返して」って言ってきたんです。あーノートで言われるがままにノート渡したら N さんがもう去っていったんですね。うん、でも S いろいろともうおかしいことが起きとるからもう状況飲み込めてないんですよ、はい、ただ漠然と「あ N 怒らせてもうた」っていうね気持ちだけ。でしょう。で次の日特に何もなく学校に行くと N さんいないんですよね。え？しかも、うん、誰も N さんのこと覚えてないんですよ。うわーそういう感じ。机もないんですよ。え、うん、最初からなかったみたいで周りに聞いても、N って誰みたいな。うわ恐ろしい。え、お前気持ち悪いんだけどみたいな。変人扱いされるしこっちは、でクラス写真みたいなの撮るじゃない。撮る、ね、集合写真とか、うん、で遠足の時とか写真とかも撮るじゃない、はいはい、N さんが写ってたであろう写真残ってないんですよ、どこにも。でね親にも言うじゃない、うん、あれ写真どこ行ったのって。あそういえばないねみたいな。でそんなクラスにねこう写真とか貼られてるじゃない。遠足とか行ったやつ、いっぱいあって。で先生ここにあったやつはって、ああねえなみたいな言うんですって。で全部消えてるんですよ。だから結局 N さんは最初からいなかったような暮らしがそこから始まるんですよ。うわ怖いな。えこの S さん、おじさんはもう亡くなってるんでね。あ、なるほど、うん、あの N さんが本当に一体何者だったかはもう聞けないんですという不思議な話ですね。記憶
ックの改ざんみたいなものされてるよね。されてますよね。なんか UFO とか宇宙人遭遇の、ね、メインブラックですよ。ね、それのスパンのすごい長い版というか、じゃあそこで交わしてた交換日記の内容っていうのは普通のことだったのか。だから交換日記を取り上げられたのも、もう自分が消えるためでしょ。あ、もうそうか。もうそれがもうあんたとのあれは終わりだからね、うん、バレてしまったから全部ね。そういうことだよね、うん、こういう状態の私はもうあなたの記憶から消さなきゃいけないからっていうところなんだ、うん、宇宙人や怖宇宙人や宇宙人、ねね、そういうことになってしまいますよね、この話はね。続きまして、面白い耳食い様。ん、うん、耳食い様、耳食い様の呼び出し方、こちらは自己責任でお願いします。参加者は全員前の日に寺社教会などに行ったり風呂に入ってはいけない、うん、死後は厳禁、はい、呼び出し参加人数分の人形をセロハンテープで作る、意味不明な言葉を1分間喋り続ける、自分が喋った意味不明な言葉を紙に全て書く、人形と紙を口の中に入れる、人形を噛まないように紙をよく噛む、紙と人形を口の中に入れたまま耳食い様おいでくださいと全員で4度言う、紙をさらに噛む、人形を噛んではダメ、紙に肉の味がしてきたら成功、この時点でその場の全員の消滅が確定、耳食い様ありがとうございますと紙の味が変わったものが言う、紙の味が変わったものは耳食い様に質問していい、質問が終わったら耳食い様をお帰りくださいという、うん、耳食い様を呼んだものはこの世から消えてなくなるっていう話をね、友人の A から聞いたんですよ。はい、でこの A のクラスではこっくりさんならぬこの耳食い様が一大ブームを巻き起こす。気持ち悪いですね。でこの耳食い様なんですけど、うん、これ質問した人が消えるじゃない、うん、と言ってる ね, ね。だからこの質問する相手、うん、これは一種の罰ゲームみたいなので、うん、お前やれよ耳食い様のね、あれやれよみたいに言われるのか。で何か失敗したり約束を破ったりしたら耳食い様を読まなきゃならないというね。あ、なるほどね。流行っちゃったんですよねこれがね、はいはいはい、で耳食い様は何でも質問に答えてくれる代わりに自分を読んだ者たちに呪いをかけるという、うん、呪いをかけられた者が消えてしまうというね、うんうん、噂話ですよね、はい、ちなみに A のクラス男女合わせて13人しかいなかったんですね。少ないね。他の学年30人クラスで2クラスか3クラスあるのに A の学年だけ極端に生徒数少ないんですよ。何それ。誰かが言ったんです、絶対耳食い様に存在食われたよね、だからこの学年生徒数少ないんだよ、だって最後に耳食い様呼んだのは誰か誰も覚えてないなんておかしいから。確かにね、耳食い様の呼び出し方は A のクラスメート全員知ってますし、はい、その全員がまだ一回も耳食い様を呼び出してないんですよ。でその噂がクラスに広まって以来誰も耳食い様を呼ぼうとする者はいなくなったよっていうお話でございますね。はあ、一種の、特殊な高齢術みたいな感じの、でもなんかそのなんだろうな、名前含めてね、耳食い様、ちょっと気持ちが悪いですねこれはね。丸々様シリーズ好きやもん ね, ね好きですよ。だから飲酒とかそういう風習土着信仰的なものの崇められてる神様みたいな言い方だけど、じゃあその耳食いこの耳食いって漢字実は漢字でこう書くんですみたいな紐解き方が僕は大好きなんですよ ね, ねそこまであるとね、あ点数高かったです。点数高かったです。会見投稿グランプリみたいな感じになってますけど、いやでも恐ろしかったですね。次が最後です、はい、マラソンの練習。ほう、嫌だったな、マラソンの練習は。まあ、やらされるんだからこういうのは、ね、得意っすか長距離。いや全然ですよ。得意なわけないですよね。得意なわけがないんだからこれは。短距離派でした。いや派っていうかもう何も得意じゃなかった。覚えてるよ中学校の時にマラソン校舎の外周、何周とかしろとか言われたのは覚えてるけど、嫌だな、嫌でしたよやっぱりこれは。俺は小1の夏に引っ越してきて、ど田舎の小学校なんですけども、はいはい、転入することになりましたと、引っ越す前までは気ままに過ごしてこれたんだけども、まあ、よそ者扱いされるじゃないですか、どうしてもね田舎のね小学校に転入したらね。だからドアウェイですよ。
そんなこんなで、その年の冬です、地域のマラソン大会の選手を選ぶための練習が始まりました。夜8時公民館に地域の大人数人と子供らが集まって、公民館からスタートして夜の、まあ、山道山道をですねぐるっと走って戻ってくると、で子供が走る後ろから大人が車のライトで照らしながら、ね、サポートが、ね、ついてくると、うん、なるほど。で何度か参加させられてたけども、俺はこの時間がたっきりなんですよ。嫌なんです。嫌なんだね。なぜなら、うん、運動できないんですよ。だからそういうタイプの子いるからね、無理やりやらせ、ね、あまりに遅れるから、うん、俺はどう考えても選手に選ばれないのに、なんでこれやらされちゃうんだと、うん、なるほど。ある雨上がりの夜の練習中なんですけども、うんうん、あのこういう後ろ向きなね考えの子供をもたもたしてたら、はい、大人がイライラするんですよね、まあ、早く行けよみたいな、ね、一人でね、うん、あーだるいとかね、まあ、やってる時に声かけられたんですよ、はい、おいお前っつって、うん、女性はっつって、先行くわもうちょっとおっちゃんたちっつって、ね、車もたくさんねえんだからさっつって、はあ、お前を照らしてるばっかりに他の子たち照らせねえだろっつって、なるほどね、まあそうか、ね、先に行っとくわっつって行かれちゃったよ、ね、唖然としましたよ、はいはいはい、めちゃくちゃ暗いじゃねえかっつって、めっちゃ怖いだろだって、ね、夜なんだからどうしろっつうのよっつって、はあ、そしたら頑張れよみたいな車が聞こえて、ね、声をかけてね、くれるよそ者の子供を真っ暗な山道に置き去りにする大人たちにはなんか一瞬なんかね殺したろうじゃないけどなんだこの社会はと、疑っちゃうじゃない、憤りを、何ですかこれはと、もう嫌だと、このね真っ暗なこの暗い目が襲ってくるわけですよね、怖いですよね、周りなんて何もないですから、もう行くも戻るも地獄ですよこの状況、行くしかないよね、で月明かりがかろうじて照らしてくれる道を吐きそうになりながら走るんですよね、で何度か走ったコースなんですけども、明かりがあった時とない時って全然違うんですよ、うんうん、あと後ろに誰もいないからね、うん、めっちゃ怖えなっつって、もう帰りてえなっつって、うん、そんな言うてでね、このやれーっつってこけるんですよ、うん、あーまあ最悪だもん、でもそこに水たまりがあるんですよ、あーダメだ帰ろうもダメだいいことねえ帰ろうも今日はですよ、うん、ね、もうで誰も迎えには来てくれないよ、うん、でも泣きじゃくりながら走ってかわいそうだな、で左右からね竹がせり出してドーム状に覆われた道に差し掛かった、あーなるほど、はい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 、その時です、うん、ドームがこのね、開けた向こうの路上に淡い月明かりがブーって照らしてるところにポツンと黒い人影がいたんですよね、ほうで、あ、おっちゃんたちの、うんうん、ね、誰かが待っててくれたんだと、一人残ってるから、うん、かもしくは迎えにいてくれたんだってね、うん、で猛烈にもう救われた気になったんで、うんうん、ブワーダッシュしてね、うん、こう駆け寄ろうとしたんですけど、ふと思うんですよ、なんで車もないし電灯も持ってないんだろう、しかもまだゴールずっと先のはずだし、おじさんだって車がないと無理でしょう、ここ来んの、そうだ、これ迎えに来たんじゃないんじゃない、じゃあ何のためにこんな暗闇に一人でいるの、あいつ人間じゃないんじゃない、わ怖い、急にやばいんですよ、うん、急にやばい気がしてきて、で立ち止まったんですよ、はいはいはい、それと同時に人影がこっちに向かって今度走ってくるんですよ、わー来んのかい、うわーつってもう元戻ったんですよ道を ね、うんうん、で泥にまみれた靴の中で足が滑って顔からこけたけど、それどころじゃないですもんね、で足引きずってても離れようとした矢先に人影がおい丸々んところって言うんですよ、うん、これどういうことか、これ丸々んところってこれ名字言ってんですよ、ああそういうことか、ね、うん、で丸々んところガキじゃねえかお前どうしたら大丈夫かっつって、うん、ね、もう恥ずかしながらも、うん、もうおしっこ漏らしてね、うん、うわーなってるんですよ、はい、で顔がはっきりとは見えないし、まだ面識も広くないから分かんないけども、名字知っとるからね、うん、地域のおっさんの誰かだろう、ね、うん、で、はぁよかったっつってもう泣きじゃくったんですよ、うん、お前大丈夫かお前大丈夫ってもう帰ろう帰ろうっつって、優しい、親も心配してるからっつって、うん、でおっさんねこうね立たしてくれて、でもう漏らしてるけどもうドロドロやけど関係なくおんぶしてくれてね、あ優しいじゃん、あーよかった安心しきってたんですよ、うん、でふとね思い立って肩越しにね、うん、聞いてみたんです、おじちゃん車も電気もないのに大丈夫なの、そしたらね、あーダメだダメだ、おかしない、変なんですよ、ダメってなんだよ、うん、緊張の糸が切れた有頂天の俺には何か遠い世界の声に聞こえた、このおっさんまるで他人事のように言ってる、うーん、え、おじちゃんだけ来てくれたの、他のみんなは、
あダメだよそれ。え、噛み合わないんですよ。会話よくわかんねえな。あれ山側の方に向かってないこれ。わあ。おじちゃんこっち。あダメだよダメダメダメ、もう聞くな聞くな。あおっさんの声が伸びたテープみたいに。あってなるんです。肩越しに急に振り向いた顔、目の前で見ても真っ暗闇なんです。うわ、その顔と目合った瞬間にパーン記憶も飛んだ。はい。俺が目を覚ましたのはその日の深夜。心配して探しに来た親に泣きながらビンタをされて起こされたんだ。俺は山道から谷側に少し入った草むらに倒れていた。へえ。でね、何が怖かったって、このねおっさんも怖かったんだけど、一番怖かったのは自分が行方不明になっても地域の連中誰も探しに来てくれなかった。結果新居を引き払って我々一家は違うところに引っ越しましたと。なるほど、はい、高得点ですね。これはね、はい、あのそういう何得体の知れないまず怪異、山に現れる山怪という、あのジャンルでもあり、はい、そして妖怪的な側面も持ちながら、そして最後は人の恐ろしさという要素も混ざってるっていうのは複合技ですね。一本取られた、素晴らしいというところで、あ面白かった。今回は小学生の頃、はいね、小学生の時に体験したシャレコアということでまとめさせていただきました。はい、以上でございます。ありがとうございました。では続いての次の投稿階段、投稿階段です。これ怖いよね。めっちゃ怖いじゃん。いいですね。いいですね。面白いな。やっぱ面白いな。良きですね。マジ不思議プレゼンツ、階段に夢をその手で掴み取れ。いや、新しい企画を思いついちゃったんですよね。怪奇宴を復活させようと思ってたんですよ。ただ今回のイベントはもう今までの従来のものではなくて、圧倒的にみんなにスポットライトが当たる企画にしたいんですよね。怪談によって人生が180度変わる、なんかこの奇跡に近いこの体験をですね、皆さんにもぜひ味わってほしいなと思ってます。この大会の中で新しくみんなにすごいねって言われる話きっと出てくると思うんで、それにすごく僕は期待しています。投稿階段で人生を変えろ、賞金総額186万円、詳しくは URL から。一番怖かった。マジであれやばいよね。やばい。